左手首手術から復活を目指す。エンゼルスのマイク・トラウト外野手の復帰が徐々に見えてきた。フィル・ネビン監督は16日日本時間17日に報道陣の取材に応じ、状態はいい。復帰が近づいていると思うからプロセスを進める。と話した。7月4日同一課の敵地パドレス戦で、スイングをした際に左有効骨を骨折。すでに守備練習や速度を落としたマシン打撃を再開している。今日も打撃練習を行った。復帰スケジュールを今後、数日のうちに決める。トラウトが打線に復帰すれば、打撃タイトルを争う大谷へのマークも分散される。早期復帰が待たれる。去年も終盤に復帰し、もうポストシーズンがない状況の中でホームランを量産し、最終的には大谷を上回る40本の本塁打を放った。昨年バリに打ちまくってポストシーズンの可能性を広げてくれや。これで後続にトラウトがいるという打線ができるので、大谷のホームランが増えそう。オホッピーも復活間近なので、8月後半にしてやっとエンゼルスの現在の完成形が見れそうだな。戻ってきた頃にはエンゼルスは消化試合となるし、今年はこのまま来シーズンに備えて休養した方がいいだろ。昨日まだ痛みがあるなんて本人が言っていたらしいし、無理させてもいいことなんてないぞ。こうしてみるとトラウトは本当に早く復帰して、チームのために奮闘したいというのがわかるが、レンドンはどうなった？そんな大した怪我ではなかっただろ。やる気ないんやろな。レンドンがチームに役に立ったのは観客と、乱闘して出場停止になったことくらい。エンゼルスのワイルドカード進出敗退が完全に決まったら、しれっと戻ってくるだろ。残念だけどもう遅い。エンゼルスは終戦状態。トラウトもこれで3年連続の長期離脱。もう1年戦える体ではない。時すでに遅しだな、すっかり隙のないチーム。ま、逆に言えばいつものエンゼルスだけどな。シーズン通してトラウト、大谷、レンドンが出場するエンゼルスを見てみたかったで。